はい、えー、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、えー、この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日はアートウォッチング2022年5月号をお届けしたいと思います。 はい。さあ、始まりました。リスナーさんのお便り紹介と面白かった美術展について話をするアートウォッチングの9回目です。え今月も丸さんと一緒に美術について話をしていきたいと思います。お願いします。お願いいたします。さあ、ということで9回目ということで1ヶ月あっという間ですね。という。という、この句で。<laughs> いや、本当にね、ちょっと自分でもね、あの、驚愕しまして。 なんか、丸さんがね、前回の時に、ほら、あの、自分の、ね、過去回を聞いて反省してますって言ってたじゃない、うんうん、はい。あ、それは俺もしなきゃいけないなと思って、うん、4月号収録し終わった後に、うん、そうだ、3月号聞こうと思って聞いたの。うん、はい。そしたら、 あれ、4月号のスタートと3月号のスタート、全く同じこと言ってると思って。そ<う> 1>, 1ヶ月は。1ヶ分かなって思ってますよ。<laughs> <laughs> 俺もなんかほんとタイムリープでもしたんかなぐらいに思って、自分で自分のこと。うん、なんか1ヶ月ずっとル,ループしてる人みたいな感じになってたから、怖 <laughs> ーっと思って、まあなんか無意識にやっちゃってたんですね。あの、 これからはちゃんとあの、喋ることを考えた上で、あの、望みたいなと収録をと思いました。うん、本当いかに適当にやってるかっていうのがバレました、えー、自分で。怖い,怖い、怖い。はい、気をつけたいと思います、<laughs> 本当に。あの、ね、多分、だから次回10回目ですから、今度、あの、丸、ま、さんからね、話し始めてもらえば私が、う、うん、ちょっと緊張するな <laughs> 緊張することではもうないでしょ、さすがにね、うん。はい。 ということで、ではでは、早速いきたいと思います。お便りが来ているということですので、じゃあ、まずはお便り紹介よろしくお願いいたします。ペンネーム、カイトとクートさんからいただいてます。はい。ラチさんの、そんな美術の時間で紹介されたのを機会に、最初に遡り、追っかけで聞き始めて、やっと今に追いつくことができました。その間に玉結びや、読売新聞見かけるようになりましたね。うん、メールが少ないということで、メール送ります。<laughs> 主人者の神奈川県支部の展示に昨年から参加するようになりました。まずはこのくらいで、点点点ということで。<laughs> まずはこのくらいでってことは、また何回か送られ、うん、シリーズで送られてくるんですかね。嬉しいですね。あと、カイトとクートさんはどっちが今喋ってるのかもわかるなんか二人で送ってるのかなどういうあれなんだろう二、ね、人で切ってくっくれてるのかな でも嬉しいですよね。あの、何よりもメールが少ないということで送ってくれるっていうのがありが、<laughs> 優しい方だなと思います。ね、いかに少ないかだよね。もうすぐ読んでるもんね。はい、来たもの。<laughs> それとあとでもやっぱり遡ってね、あの、追っかけで聞き始めてっていうのがまたありがたいですよ。ですよね。うん。本当にありがとう、はい、ね、意外とあるからね、50何話、60話ぐらいあるでしょうん、うん、ですね。すごいよ。ありがとうございます。はい、本当に。またお便りお待ちしております。はい。 玉結びは読売新聞って何ですかはい。これはあのですね、まず玉結びは TBS の, T の,あの赤江玉尾さんの玉結びという番組に <laughs> 去年の10月から月1レギュラーをやらせていただいておりまして、第3水曜日の3時から、えー、展覧会と A というコーナーで展覧会紹介をさせていただいております。<laughs> そう。すごいの、ね、よ、この番組が本当に。あの、まあ、前からすごいなと思ってましたけど、今年でね、 10周年なんだって、玉結びが。<ー>で、あの、俺はそれはネットニュースで知ったんだけど、あの、玉結びが、あの、で、あの、武道館ライブをやるんだって。え <laughs> <laughs> 何をやるかちょっとよくわ、まだ分かってないんだけど、うん、赤江さんをはじめ、レギュラーが総出演して、うんうん、あの、9月にね、日本武道館で。 玉結びがライブやりますって言って、もうリスナーさんがもう休み取っていきますみたいな感じになって盛り上がってるのよ。うんうん、そんな番組ってないでしょ ?AM でっていう。すごいですね。なんかね、<laughs> オールナイト日本とかならわかるけど、だからいかにすごい番組かなと思うんだけど、この日程がね、9月の第3水曜日だったの。はい。多分首にならない限り僕も9月もやってると思うから、そのオンエアの日の夜にライブかと思うと、なんで、 わざと僕の日にしたのかなっていう。な別に僕の日に合わせたわけじゃない。ああ合わせたわ, <laughs> わ,わけじゃないけど、多分その日はもうみんなオンエアどころじゃないと思うんだよね。きっとスタッフさんを含めて。んなんか、なんか、俺が多分その日展覧会中で熱くかたしても、多分みんな頭に入って、武道館ライブで多分頭いっぱいだと思うから、何もその日にしなくてもいいのになと思いましたけども、<laughs> まあまあそれも <laughs> しょうがない。しょうがない。2周年ですからね、めでたいですね。 それから、あの、新聞連載っていうのはあれです。読売新聞で、あの、うん、第二水曜日にですね、勇敢でポップスタイルという面がありますこう、中高生が楽しむようなね、芸能面があって、そこでコラムを担当しております。これ面白いですよね。妄想美術館という。<laughs> やつでね、いつもあの、書き上がったらるさんにも見てもらって、はい、こんな感じなんですっていう。めっちゃ面白いです。ああ<ー>、ありがとうございます。パロディとかが盛り込まれてて、<そう> <laughs> クイズ形式になってたりとか。とかね、そう、いろんなことやるんです。これ、もうだからオンエアの時には、もう出てるから言っちゃうけど、今月、5月はですね、ピカソの泣く女をテーマに。名画。名画。<laughs> 名画 あの、妄想するっていうのがキーワードなんで、あんまり解説はしないでもとにかく妄想しようなんですけど、うん、今回はやったのが、あの、やっぱ今コンプライアンスがすごい厳しい時代なので、うん、泣く女をテレビで紹介すると、あの、どうなるかみたいな感じで、コンプラが厳しくなりすぎるとみたいな、うん、あの、女っていう言葉は使っちゃいけないんじゃないかとか、<laughs> えー、ハンカチあれ、ぐっと噛みしめてるんだけど、 ハンカチ会社がスポンサーなので、ちょっとあの、そこもスポンサー NG ですとか、<laughs> あの、ピカソは愛人がいるので、愛人いるピカソやっぱ NG ですみたいな。なんかそういう感じにしてみました、今回の <laughs>、うん。もしも、あの、たぶん、遡ればね、多分読めると思いますので、もしよかったら読んでみてください。是非是非毎,毎月考えなきゃいけないんでね <laughs>、これもネタをね <laughs>。思いつきますよね、これ。なんか常にそういうモードになってるかもね、うん、本当に頭の中で。 常にネタ探しみたいな。探してますね。<laughs> そう。だからまあこういうのはぜひぜひ、あの、もしよかったら読んでみてください。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、もう一通来てますということで読ませていただきます。はい、えー、ペンネーム EI さんからでございます。 えー、マルさんの姉妹番組も面白いですね。2回目の岡田杏里さんの会は、岡田さんとマルさんのおっとり波長が合ってる会話に、トニーさんの見届けにならぬ見守りおじさん的なサポートが絶妙で笑ってしまいました。<laughs> 今後もどんなゲストが来られるのか楽しみですと、いただいております。いや、<う>嬉しいですね。ね、ね姉妹番組が始まりました。これどんな番組でしょう、マルさん。えっ、ー、と、私が会いたいアーティストとやってみたいことをする番組です。うんうん タイトルもアーティストとまるまるしてみたいという番組ですね。はい、<laughs> ちょっとふざけたタイトルですが。いや,いや、<laughs> いやこれね、あの、なんか丸さんがこう司会でね、MC で。いやいや、もうちょっと MC と言えるかわかんないんですけど、うん、勉強中で頑張ってます。<laughs> で僕は一応見届け人ということでサポートしてるんですけど、EI さんがね、その、見守りおじさんって書いてるんですけど、<laughs> どういう、 まあ、もう全然おじさんの歳だから全然いいんですけど、見守りおじさんって何なんだろう <laughs> 俺のイメージの見守りおじさんは、あの、小学校とか中学校の、なんか女子の部活の練習始めると、なんかどっからともなく現れるおじさん、うん、なんかその練習を見てる人みたいな。<laughs> ちょっと気味悪い方を想像しちゃったんですけど <laughs>、どういう感じなんでしょうね。うねまあ、あのちなみに2回目は、岡田さんとは何をしたんでしたえっと、うん、メキシコ料理を食べたいっていう回で、うん うん、岡田杏里さん、メキシコ在住のアーティストなので、そう、あの、ね、日本に来てもわざわざメキシコかよって感じですけど、うん、<laughs> 一緒にメキシコ料理を食べるという回でした。一応番組ね、このサブタイトルが死にかけてから作品に変化が岡田杏里さんとメキシコ料理を食べたいと。<laughs> 死にかけてから、死にかけてからってのが <laughs> <laughs> すごいけど。<laughs> あの本当にね、うん、こういうエピソードがね、ありまして、うん これはもう聞いていただければね。ぜひぜひ。わかりますので。カラム万丈なアンリさんの、まあで。今後もまたいろんなアーティストが出てくれるね、予定ですからね。はい、うん。 ぜひ聴い<の>ていただきたい。いや、配信ですけど、楽しみにしていただけると嬉しいです。うん、はい、ぜひぜひ、僕も,も見守りおじさんとして頑張りたいと思います。<laughs> お願いします。<laughs> <laughs> はい、そしてまあ、EI さんからまだ続きがございます、はいえー。最近行った展覧会では、東京ステーションギャラリーのボッカライさん、楽園承継がインパクトが大きかったので、お便りしてしまいました。 学芸員さんの気合の入ったキャプションがとても良かったのですが、アンドレボーシャの作品のキャプションにはたびたび突っ込みたくなる点が満載で、帽シャの描く人は目が死んでいるようにしか見えないのですが、これ EI さんの試験ですね <laughs>、はいえー。微妙な表情の違いが描き分けられていてとか、思いのほか表情が豊かであるというのを読んだ時には、え、表情豊かまあすごい微妙だけど、と思い、肌の出荷時期を議論しているナイキアの三姉妹、 見た時には、私もそう思ったけど、そんなことキャプションに書いちゃうんだ、などと思ったそうでございます。二人の作家の絵に完全に見入られたのと、キャプションの面白さと。絵本のような表紙につられて、通常買わない図録を買ってしまいましたというメッセージをいただいております。おすごい熱心にご覧になっていて、はいす,はい、すごいですね。ですね。しかも、この学芸員さんというのが、この番組に最近出ていたば、いただいたばかりの、うん、東京セッションギャラリーの富田。 館長のことですからね。館長,館長突っ込まれてますよ、ということでね。<laughs> 館長は熱が入ってますからね。うん、ねそんな思いのほか表情豊かじゃなかったそうですよ。冒险の。<laughs> いやいや、まあ、個人の感想ですから、これはと思いますけど。丸 <laughs> さんはこの展覧会は行かれましたかはい、見ました。お、どう、どうでしたその。あの、冒ンの方は、ちょっとルソーっぽくい感じで、うん。はい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 。僕派。もともとアーティストじゃないところから。 うん、アーティストになってた方ですよね。うんと,えー、と、私知らなかったんですけど、うん、藤田隆二さんという日本人のアーティストの2人展。うんうん、そうですね。これ、どうでしたボーシャンは、目やっぱ書く人の目が死んでるような感じでしたか、うん、確かに、ちょっとね、うん、EI さんのおっしゃるような感じで、<laughs> あのコミカルなっていうか、な <laughs> ん、うん、だろうな、あのうん、みんな同じ顔してますよね。<laughs> なんか 人形っぽい感じっていうのかな、うん、人形っぽい感じですね。ね。なんか生きてる人、生き人形みたいな感じだよね。うん、なんかちょっとこう、ポーズもね、うん、ちょっとぎこちない感じがあってね。民族お土産みたいな。あー、でもわかるわかるわかる。そうね。でも、なんかこういう感想いいよね。だからほら、思いのほか表情が豊かであるって書いてあって、そう思わなきゃいけないのかなってさ、思い、 思っちゃうじゃない普通は。ね、説明が書いてあると。でもそうじゃなくてね、その説明書きに突っ込めるようになったらやっぱり、もう。さすがですよ、もう。さすがですね、そこまでいけるようになったらね。うん、うん。と思います、本当に。はい。で、図録もね、俺これ面白いなと思って。まラさん、図録読みましたこれ。今、手元にあります、うん。これさ、あれなんだよね。あの、両 A 面見なくなってんだよね。そうなんですよ。 あの、藤田側からも読めるし、某山側からも読めるし、みたいな、うん、こう、見ひ、ね、開き方でこう、変わる仕掛けになってるっていうね。うん、いいですね。これね。読みやすい、うん。買っちゃいますよね、この図録はということでございます。まあ、どんな展覧会かっていうのは気になる方は、ぜひ富田館長の前半の回を聞いていただければ、はい、本人が熱く語っておりますので、ぜひぜひご覧いただけたらというふうに思います。 はい。ということで、ウェブページへのお便りやそろそろ美術の話をへの投稿、これからも皆さんよろしくお願いいたします。引き続き、美術に関わるメッセージであれば何でも受け付けますので、よろしくお願いいたします。<music> さあ、ということで、本日はまだ時間に余裕があるので、今月はですね、おすすめの美術関連本について話をしたいと思います。 まあ、というのもですね、<laughs> はい、これきっかけはですね、この番組プロデューサーが、あの、ステーションギャラリーの富田さんのね、あの、が参加されてる本があってですね、3人でやってる、書老短美派よろめき美術鑑賞術。<laughs> これを借りたそうでございまして、これが面白かったということで、まあ、あの、二人がおすすめする美術本を教えてくださいと、えー、プロデューサーよりリクエストがありましたということで。はい。さあ、ということで美術本ね、おすすめの。うん、富田さん、うん、なんかあります まあ、あの、僕はやっぱり名画たちの本音っていう、なんか素敵な本があるので、それを進めたいとこだったんですけど。<laughs> あれは、<laughs> うん、あの、いい本ですよね、うんうん。いい本なんですけどね。うん、あの、最近、重版もかかったそうでございますが、<laughs> えー、まあまあ、それはね、宣伝をするのはちょっとやらしいので置いときまして。えっ、ー、とね、僕はね、パッと思いついたのかっていうのはですね、ちょうどたまたま実はそうそう、あの、日経ウーマンさんに、ちょっと頼まれて、あの、 寄稿したんですけど、あの、アートの教養が深まる5冊を紹介してほしいっていう取材があってね。で、そこでこう何冊か5冊以上あげたんだけども、まあそこで漏れたやつを今ここで喋ろうが。<laughs> 漏れたって言い方はちょっと失礼。<laughs> なんかいろいろと失礼。まああのね、リトルキュレーターシリーズって っていう本がありまして、視覚デザイン分えっ、ー、とね、デザイン研究所さんから出てる本の、この本がですね、<music> 名画に教わる名画の見方っていう本が、2000年に発売されてる本なんですけど、これはね、僕がね、やっぱ美術にもう独学なんで基本的にね、僕は。で、美術館に行くようになって美術興味持って、結構最初はもありとあらゆる美術のこう、初心者向けの本を読み漁ってた時期があって、出会ったと思った本がこれだっかな。えー わかりやすいし、あの、レイアウトもす、素敵だし、全部カラーだし。でね、名画に教わる名画の見方ってどういう本かっていうと、うん、あの、例えばフェルメールのね、絵とかにも,もそうだけど、絵の中に絵が描かれて、フェルメールの中にあの、ね、あの、そう、キューピッドが描かれてるみたいな。その画中画を使って、中世から現代までの西洋絵画を紹介するっていう、ちょっと不思議な本が、えー ちょっとパラレルワールドっぽいですね。そう,そうそう。だから、その、その時代の絵を紹介してるんだけど、そう、画中画という切り口でみ紹介するっていうのはね。れは面白いですね。かなりね、面白くて。えー、で、なおかつわかりやすいんですよ。うんうん、でね、ここのね、僕は資格デザイン研究所さんが出してる本は基本的に全部買ってまして。えーうん、他にもね、マリアのウィンクっていう聖書の名シーンを紹介する本とか、うん、結構いろんな出てるんだけどね、うんうん、これは全部面白くて、あの、 おすすめしております、僕。読んでみたいです。はい。ぜひぜひご覧ください。マルさんは何かありますかえっと、おすすめ本あの、私なんかそういうためになる系の本ほとんど読んでこなくて。うん、<laughs> 全然いいんですよ。<laughs> <laughs> 子供の頃から大好きだったデビッド・ホックニーの作品集。うん、おお。これ、レ、うん、トロスペクティブっていう、うん、あの書いてあるやつなんですけど。うんうん。 なんか、幼ながらに水ってこうやって書くんだってびっくりして、うん、あの、プールに人が泳いでる。ポートレートオブアンアーティスト。過去、プールウィズトゥーフィギュアスっていうのがあるんですけど、うん、1971年書か,かれた。これで水の書き方ってこうやって書くんだって衝撃を受けて、うん、あの、何歳ぐらいの時ですかそれは。何歳ぐらいでしょうね。うん、保育園とか <laughs> <laughs> 今それに衝撃を受けたわ俺の保育園時代は水を描こうなんて思ってないから <laughs> そうそれでこのプールの水を模写してるの、うん、覚えてますすごいねそうか丸さんのとこご両親ともイラストレーターさんだもんねそうなんですよだから遊び道具が画集とか、うんうん、なんかお下がりの色鉛筆とか画材とかでいやすごいねなんか才能だねそれはやっぱりも今でも好きでたまに開きます ええー、あと他にもなんかあるって言いた。はい。はい、あの、アートと言えるか分かんないんですけど、うん、デビッド・リンチって映画監督の、大きな魚を捕まえよう、うん、リンチ流アートライフ瞑想レッスンっていう。ええー、でもアートライフって言ってるからアートの本だよね、これは。まあ、そっか、そっか。うん、うんうん。あのどういう本なのデビッド・リンチって瞑想をもう何十年も続けてるんですけど、うんうん、超越瞑想法ってやつうん、うんで。それがいかに、あの、うん アイディアを、いいアイディアを捕まえる、こうなんだっていうことが、つらつら書かれてる、本なんですけど、うん、超面白いです。あ、俺じゃあ、妄想美術館のネタに困ったら、これで瞑想すればネタが降ってくるんだ。うん、ただ、うん、あの、瞑想のやり方は書いてないんですよ。 瞑想がいかにいいかってことが見つか <laughs> あ、そんな本そういう本だから、読み終わった後に、何何瞑想超やりたいってなっちゃうんですよ。えだって、瞑想レッスンって言ってるのに、<う>瞑想のレッスンの仕方を教えてくれるわけじゃないんだ、これそうあの自分がこういうふうに体験してよかったみたいなことは書いてあるんですけど、超ス瞑想法って、瞑想するときにマントラを唱えるらしくて、そのマントラはなんだろう。あの 先生からしか教えられない。その人、ななね。な <laughs> あ,あそうか、そうか。みたいなのがあるらしくて。うんうん、私も、あの、これを本読んでから瞑想したいなと思って調べちゃったんで、詳しいんですけど。うん、そうなんだ。そうなんです。まあ、結局、受けなかったんですが。うん。そうそう。そうか、そういう本もあるのね。そうなんですよ。でも、今聞いたから、結局、先に瞑想の本を探してから読んだほうがいい気がする。うん,うん。手元にやっぱ置いとかないとね。 そうですね、うん。なんか瞑想の本も一緒にね。<laughs> 瞑想最近も YouTube とかでもね。あ、そっか,か、そっか。るかな。まあ、これを読んで、瞑想すげえってなったら、YouTube で見る。うんうん、<laughs> なるほどね <laughs>、えー。そうか。あと、じゃあ僕ももう一個一応、まあ、ちょっと時間が少しあったら言おうかなと思ったのがあってですね。あの、その時にやっぱ、もれちょ、プレゼンしたんだけど、うんえー、それはね、迷宮美術館、 ア,アートエンターテイメントっていう本がね、うんうん、5冊ぐらいムック本が出てるんですけど、これね、もともと NHK でね、迷宮美術館っていう番組がやってたんですよ。れなんか聞いたことあるなと思いました。これ面白い番組、なんかね、あんまこういうこと言っちゃいけないけど、うん、美術の番組って全然面白くないんのね、うん、僕の中で。<laughs> <laughs> いや、エンターテイメント性が少ないなと思ってる中で、これクイズ番組で、すごく面白かったの。段田康則さんと住吉美希さんが司会でね。うん、もうすごい、で、それを、 本にしてるんだけど、この本がまた分かりやすくまとまってるので、<ー>結構ね、そう、美術、あの、これから学びたいって人には勧めてるんだけど、うん、ちょっと迷宮美術館でね、一つエピソードがあって、で、俺このテレビを見て、あとこの本買って、すごい美術を学んだんですよ、当時。うん、クイズ形式で学んでね。うん、で、数年後かな、だから、まあ今からもう10年ぐらい近く前だけど、あの、BS の番組で、保機、うん、美術館を紹介するって番組があって、うんうん で、保機美術館ね、写実専門の。保機、はい、さんにはすごくお世話になってるから、その番組の MC を頼まれたんですよ。はい、10年ぐらい前、うん、その時の、もう一人の MC が住吉美樹さんだった。えー、迷宮美術館でね。あ、じゃないですか。そう。で、しかも台本見たら、じゃあここで住吉さんクイズですって言って、僕が住吉さんにクイズを出す瞬間があるの。台本上。<laughs> 今までクイズ出されてきた住吉さんにクイズを出す日が来た、みたいな感じで。 自分の中ではなんかすごい感動した覚えがあって。うん,うん。そう。じゃそういうのもあって、ちょっとこの迷宮美術館の本はね、ちょっとあの、思い入れのある本の、えー、なので、ちょっと紹介し本あるみたいですけど、そう。これさっき面白いんですかう<冊>ん。いや、もうね、5冊あって5冊とも、僕は手元にありますけど、<う>まあ、やっぱり最初の方が一番、うん 違うそんなことないか。<laughs> まあ、あい、まあ、一個買うんだったら一冊目がいいと思いますけど。アマゾンで、あの、中古が1円になってる。<laughs> <laughs> そう。これね、なんかね、もう、発、絶版になってるらしくて、だから多分その、そ日経ウーマンさんの方では、あの、取り上げられなかったんだけど、あの、一応中古はね、まだありますのでね。あの、よかったらぜひぜひ。本当だ。うん。これ面白かったよ、っていうことでございます。はい。 さあ、ということでね、アートの本、あと他にもね、アートの漫画とかね、アート小説とかもあるから、いろいろとあると思うんで、またそういう話はね、ぜひぜひまた別の機会にできたらと思います。うんうん、ここからは直近見てきて良かった美術展について話していきます。はい。はい。トニーさんなんかありますかそうね、まあ今までいろいろと見てきましたけど、今月も。うん、そうね、あの、 一番喋りたいのというか、まあお勧めしたいので言うと、じゃあ、ボテロ展ああ<ー>。うん、カムラザ・ミュージアムが、ね。うん。インパクトあるよね <laughs>。どんな展覧会ですかはい。あの、コロンビアを代表する国民的画家でね、うん、フェルナンド・ボテロさんってのいるんですけど、あのー、まあ、当然僕は前からね、あの、よく存じてたんですが、なんかもう、すごく失礼な話なんですけど、うん、もう、 亡くなった方かなぐらいに思ってたんですよ。うん、私もそう思ってました。今年でめでたく90歳ということでね、<laughs> まだまだ現役。<然>で、ボテロさんご本人が監修をされてるということなんですが、日本では26年ぶりとなる大規模な展覧会なんですね。うん、で、ボテロさんって名前を聞いてもピンとこない人もね、結構一、まあ多いと思いますけども、作品を見るとね、あ、もしかしたらどっかで見たことあるかもっていうぐらい、こう、インパクトがある人で、あの、何を書いても、 あの、ふくよかな体で描いちゃうっていう。うん、<laughs> モナリザを描いても、マリーアントネんが描いても、もう、豊満なボディで。なんか、あの、キリストが十字架に貼り付けにされてるやつもノ、うん、ーマルで描かれてて笑っちゃいました。そうだね。<laughs> なんかねでぼ、で、ボテロさん自体は別にね、あの、 そういう体型じゃなくて、結構中肉中背の、ね、感じなんだけど、うんうん、まあこの人はね、なんかあの、まあどうも元々は生物画を描いてるときにマンドリンを描いてるときにうん、うん、そのマンドリンの穴の部分、ねうんうん、をちっちゃくしてみたんだって。うんうん、あえてね。そしたらなんかマンドリンがすごくボテッとしてるような姿で見えたのが面白いと思って、で、やっぱりそういうね、まあ幸福を、幸福感とかを表すためにも、 なんか物をこう、ボテっと書,書いた方がいいんじゃないかということで、そういう風に書き続けてるという作家さんなんですね。うん、そう。でね、この展覧会がすごい良かったなと思ったのは、あの、もう展覧会にいる人がなんかこう、みんな笑顔だなって感じがしたのよ。うん、うん。なんかやっぱりこうね、ガリガリの作品を見るよりも、<laughs> なんかその、あの、昔の何、デ <laughs>、デブやって番組あって、 のよあの石石、石ちゃんとパパイヤ鈴木が出てなんか、あ,あのなんかこうポジティブさみたいなを感じで、うん、なんかすごいこうみんなが笑顔でいいなぁと思ってなんかなんかなんか、ね、誰もがなんか難しい顔してないのよ。なんかすごく明るい表情で見てて。っていうのもすごいいいなと思ったし、はい、あともう一個思ったのは、あの会場にいる人全員痩せて見えたね。<laughs> 相対的な話で。だから、<laughs> あの、ちょっと今ね、夏に向けてちょっとダイエットしようっていう人とも結構いると思うんですよ。そういう人は、あの、ボテロ店に行くとね、もう、もう、結果気持ち的に痩せますんで。すごいお手軽な感じでダイエットでき、<laughs> ダイエット気分が味わえるっていうのでも、まあいいかなということで、ね。<laughs> そう。あとでも本当思ったの、あのタイトルがね、その、それこそ、その、ふく、うん、よかな魔法っていうサブタイトルなんですよ。うん、これは多分ほんと今っぽいなと思って、 っていうのはね、うん、その、ボテロを紹介するときってね、やっぱり今までは、どんな、結構文章とか見ると、太ってとか、肥満体のとかって書き方してたのよ。えー、紹介するときに。で、やっぱり多分このご時世なので、あ、そっか。そういう言葉じゃなくって、ふく、うん、よかっていう言葉を使ってるんだなと思って、うんあ。こういうところにもやっぱりその、ね、まあ別にそれは俺それでいいと思うんだけど、そうそう,そう、なんか言葉の選び方っていうのも、 変わってきたのかなっていうのはなんかちょっと思いましたね。うん。うん、そうですね。なんか、うん、そういうところも含めて、ちょっとボテロ展気になりましたけど、マルさんはどんな印象でボテロですかうんうん。いや、本当にあの、そう、シリアスなテーマも、全部クスッと笑えちゃうっていうような感じで、うんうん、うんうん。<laughs> うん。あの、ハッピーですよね。<laughs> ね。なんかいいよね、この作家さんね。うん。 90歳まで頑張ってるしね。うん、まだ描いてる、うん、アッシャルって。そうそうそう。はい、いや、なのでぜひぜひ皆さんにこれ見ていただきたいなと思います、本当に。うんうん、はい。じゃあ、まるさんははい。私はアーティゾン美術館で開催中のダムセッション。うんうん、アーティゾン美術館のコレクションと現代アーティストのコラボの はいはい,はいはいはい。ですね。これの第3回目が、柴田敏夫さんと鈴木里作さん、写真家のお二人と、えっと、セザンヌとか、うんあの、印象派の絵画ですね、のセッションです。うん、これは評判いいよね、結構。これ、すごい良かったですね。うん もうど、どのたりに刺さった、マルさんが特に刺さった部分ってどういうところですかうん、うん、私、もともと鈴木里作さんの写真すごく好きで、楽しみにしてた展覧会の一つなんですけど、セザンヌがこう写真でできないことを絵画でやってたところから、絵画でできないことを写真でやってる二人。 なんて言うんてうう、でしょう写真と絵画の境界線がこう行ったり来たりするような、うん、あの展覧会の構成になっててうん、うん、そこがすごく面白かったですね媒体の可能性というか確かにあのこれなんかねアーティゾン美術館で写真展って意外にもね今回初めてだそうですからねそれも含めて初めてと思えないぐらいのこうマッチングだったよねすごく充実でしたね、うんうん そうなのまあ、絵画と一緒に並べてあったりとかね、うん、してるんですけどもそ<う>特におすすめの作品とかこれ良かったの、はありますあの鈴木里作さんのモネの「睡蓮」スイレンってあの有名なシリーズがあると思うんですけどあれがテーマになったハス、うん、の,の池が映ってる水鏡でしたっけ水鏡シリーズ。うん んあの、緑の空間みたいなところが一番好きでした。なんかね。あの、ま、これ、丸さんあげてたよね、インスタグラム。あ、インスタに。確かに。ね。とりあえず1枚ってあげました。<laughs> <laughs> ちょっと見ていただくと多分それ伝わると思いますので。そうなんです。でも、うん、ぜ、ぜひ実際に、あの、足を運んでいただくと、本当に空間って感じになってて。うんうんうん。プリントがめちゃめちゃ綺麗ですよね。そうだね。何なんだろう、なんか。 光が出てるって感じがします。うんうん。あのー、ね、この山本さんの回ね。うん、山本彩香さんの回でもプリントの話出ましたけどね、うん、写真、過去にと。そうです。だからそれを言われてから見るから、やっぱりプリントすごいなと思って見たもん、今回は。お<ー>うん。よかった。あと、柴田さんのね、うん、あの、抽象画のような。そうなんです。写真も面白かったよね。なん,ねはい、なんか、抽象画にしか見えなくなってきちゃって。 うん、なんか写真なのかな絵画なのかなって。そうそう。なんか日本各地のダムとか、あとコンクリートの洋壁はい。あの、や、<ん>山道走ってるとこう、うん、ね、あの崖を、なんだろう、こう崖をガードするためのなんかコンクリートのね、あるじゃない,はい、はい、あれを撮ってるじゃん,ん、うん、だからあ、この展覧会行った後に車この前運転したんだけど、 もう、その、コンクリートの溶壁見たらもう柴田さんしか見えなくなっちゃっあ、私もです。<laughs> ねあ、こういうの撮れるんだなと思って見るようになっちゃった。そうそうでもなんかよくあんなにおしゃれに、うん、おしゃれにって言ったら語弊があるか。あの、なんか、実際に見えてるのと違いますよね。ねだから絶対みんな見てるわけじゃん。あの、コンクリートの溶壁自体は。うんうん、でも、俺もそうだったけど、 多分、この展覧会行くまで全く意識したことなかったと思う。これまで人生。うん、まあ、写真に撮ろうとは思わないですよね。うん、でも、これね、展覧会見てからを見ると、あ、こういうところにも美があるんだ。構造美というかね。すねあのなんかすごい素晴らしい発見というか、うん、なんかじ、人生の気づきを与えられた感じが僕はしましたね。はい、うん。うん、なんか、形探すようになっちゃいました。ああ<ー>、構造っていうのかな。<も> <laughs> なんか、そういう写真も今度、マルタあげたら、この、柴田さん的な、 恥ずかしいな。うん、なんか最近あげた写真は鈴木里作さんっぽいってか <laughs>、うん、コメントいただいちゃって<あ>。<laughs> そうなのちょっと影響を受けてんのかな無意識のうちに。無意識してなかったんですけど。うんうんうん。<laughs> でもなんかそういうのもあるのかもね。写真展見てると、なんかいろいろとね、分かってくるじゃん。こういう撮り方もあるんだとかね。<laughs> うん。だからちょっとそういうのも面白いのかもね。展覧会行くっていうのいやーねー、すっごくいい展覧会です。うん <laughs> まだまだやってるんだっけこれは7月ぐらい。10日までやってます。はい。ぜひぜひ、柴田敏夫さんとね、鈴木里作さんの展覧会でございます。さあ、はい、じゃあそして、二人とも見た展覧会。 まあ、両方ともね、二人とも見てるんだけど、はい、もう一点あげるとしたら、丸さんなんかありますかうん。あの、かっこいい女性の、あ、また女性とか言っちゃっていいのかな。うん、いや、いいんだよ、いいんだよ。え、絶対、全然いいで、いいはずです。いいもう、言えなくなるのこの、これから、この先、性別を。<laughs> <laughs> <laughs> なわけはないでしょう。<laughs> かっこいい、その、女性の初夏の方ですね。うんうん、篠田東光さん。はい。東京オペラシティアートギャラリーで開催中の展覧会です。 そうね、これはね、僕も行ってきましたよ。うんうん、どうですたどうです僕、まず、篠田投稿さんをね、ちょっと簡単に紹介すると、はい、あのね、去年残念ながらね、まあ本当と、惜しまれつつね、この世を去っちゃったんですけど、も107歳でね、この世を去っ,ちゃった。そか、107歳。そうなんですよ、篠田投稿さん。あのね、篠田投稿さんって、あの、まあ、ね、書家として、 あの、存じ上げてる方も結構多いと思うんですけど、103歳の時にね、103歳になったら分かったことっていう新章を出して、それがね、ベストセラーになったんで、うんうん、それで知った方も多いんだって。その、ご長寿だけど、まあ、凛としてしかも、第一線でやってる方。うん、だから、その、それでこう、ファンがまた増えてるところもあって、うんうん、ちょっとね、岡本太郎さんにちょっと近い感じかな。あの、本とか言葉で先にこの人知って、 そっからあのアートに行くっていうパターンなので、うんうん、どんなこと書いてあるんですかそうそうあ、それはね、うん、僕読んでないですね。でもなんかね、本当でベストセラーになったからね、うん、結構ね、あの当時は話題になって、結構その時にテレビもね、ちょこちょこ出てたんだけど、えー、あのテレビのインタビューとか見ても、もうとても103歳とは思えない。うん、もう凛としてるんですよ。うんうん、ね、で、この方はあの、20代、 まあ、えっとね、幼い時から書をやってたんだけど、20代後半で初めて書の個展を開催したんですが、その時には、もう再起だけの基礎のない書とかね、根無し草と酷評されたと。うん。でもそういう時になんかそこでこう、や、まあね、やめちゃうわけじゃなくて、まあ、なんだろう、自分で頑張っていこうと思って頑張ってって、しかも最終的に、というか途中でね、この人は、あの、アメリカに単身渡るんだよね。 ニューヨークにね。ね、それがすごいよね。すごい<の>ですよ。書じゃなくて中小絵画を学ぼうと思ってニューヨークに行って、で、2年間ニューヨークを拠点に活躍したっていう。そういう方ですからね。うん。うん、かっこいいですよねい。ね、今だったらそういう人がいてもおかしくないけど、うん、この当時だからね。うんそうそ。で、しかもさ、生涯独身だったとは言うけど、もでも、お綺麗な方なのよね。めちゃめちゃ美人ですよね。うん。 いや、この、なんかかっこいいですよね。いい女性としてもて。なんかもう書で自分は食べていくんだって決めて、うん。あの、やってたそうですよ。なんかね、あの、書、で、書と思って展覧会見に行くと、まあね、今回書の作品ももちろんあるんだけど、やっぱ抽象画を学んだ方なので、うん、今回抽象画の作品もね、抽象、ね、画って言っていいのかわかんないけど、まあ抽象表現の作品も、うん 来てるんですけど。そっちの方がおしゃれで、なんかモダンな感じですよね、うん。でもこの人はあれなんだって、その、墨であることにはこだわり続けたってしたね。うん。だやっぱりその書というところからはやっぱりこうね、逸脱するわけじゃなくても、墨でどう表現するかってことをずっとやってたって言うんだけど、うんうん、あの、ま、あ僕はね、なんかこう見たときに、印象として思ったのは、すごいでかいね、今回作品が多いじゃないはい。で、 他の抽象画の作家さんなんかこう、ね、この当時、その、アメリカで抽象表現とかやってた人の絵とか見ると、すごいこう、ぐわっと、こっち側に迫ってくる感じがあるの、ね、なんとなく僕の印象だと。うん。だけど、篠田さんはやっぱ炭っていうその素材のせいなのかしんないけど、こう、奥に吸い込まれる感じというか。なん。作品が向かってるベクトルがなんか逆な感じが、したかな。個人的な印象、感想というか印象なんだけど。うん。 なんかこう、炭ってほら、染み込む素材だから、こう、奥行きを感じるのよね。うん,うんうん。油彩だと逆にこう持ってくからこう、手前に寄ってくるけど、なんかそういう違いをなんか感じたなっていうのは、なんかそういう意味で面白いなと僕は思ったかなうか。うん,うん。うん、なんか同じモチーフ、モチーフというか、文字なのかなうん、うん、テーマで何回も何回も描かれてますよね。うん。 日とかね、なんかいろんなテーマでやってるって言ってたけど。うん、いや、すごいかっこいいし、家に飾りたいねって言って、うん、あの、うん、一緒にアートオークのライターさんの女の子と一緒に行ったんですけど、うん、いいよねって。<laughs> <laughs> でも作品でかいからね。<laughs> あ<の>家に飾れるレベルのものはそんななかったけど、ねまあ、確かに。<回> <laughs> 大きな家だったら飾りたい。そうね。<laughs> あとすごいのがさ、その、多分展覧会で紹介されてたけど、 建築家とのコラボみたいなね、うん、コーナーがあったじゃないうん、うん、もう丹下健三さんとかさ、本当当時の名だたる建築家の、うん、とこタッグを組んでそのね、壁画を描いたりしてるわけじゃない、うん、それがすごいよね。なんかやっぱりその、まあ、なんていうんだろう、1960年代、70年代とかって、やっぱり言っても男性社会だったと思うの、当時はね。うん、その中で男性の初夏じゃなくて、こう女性なのに、 そういうもう一流の建築家が、特にしかも男性社会の建築界なのに、その、篠田さんと仕事したいって思わせたとこがすごいなと思って。ですよね。うん。今だったら、まあ、なくはない話だけど、うん。これはこう数十年前にやってるんだっていうのが、びっくりしたから、うん、篠田さんでね、あの、朝ドラやったらいいのにと思ったよね。うんうんうん。なんか、ねえ、本当に,本当に。初夏の会ってなかなかやってない、ドラマってやってない気がするから、ちょっとそういうのも。ね。 作品も面白いけど、こう人間としてもね、すごく魅力的な方だなと思いましたよね。うんうん、はい。そう,そうそう。の吉坂高正店でも、うん。篠田東稿さんなんか登場してたよ、ねあ。あ、あ、の墓、お墓のね、うんうん、デザインをしてたんだよね。うんうん、吉坂高正さんね。そう,そうそうそう。なんかそれも含めて、見ていただきたいな。はい。で、しかもあれなんだよね。えっ、ー、とね、友美術館。うん。でも篠田東稿店が、うん 予定されてますので。ね、そう、この後多分やるのかな。あれ前もなんかの時に出て。前もやって、うん、今回また改めてやるそうなので、うんうん、今年はそういう意味でも、篠田投稿イヤーになるんじゃないですかね、えー。そうですね。やるそうでございます。はい。で、ちなみになんですけど、あれですよ。あの、この番組のご意見版こと、えー、天野太郎、 さんがですね、えー、今年の4月から、えー、オペラシティアートギャラリーのチーフキュレーターになりましたので。ああ、おめでとうございます。<laughs> <laughs> この番組出た時なんか俺フリーになったんやとか言ってたのに、1年でフリーやめやがって。やめやがってとか言っちゃいけないから。<laughs> そうそう。ですのでね、またあの、ま、浜野さんにもちょっと登場していただいて、<あ>オペラシティの話も聞けたらね、いいななんていうふうに思っておりますので、うん、ぜひぜひ、えー、ご覧いただけてねご、えー、ご注目いただけたらと思います。はい。はい。さあ、ということで、 どうですまるさんあっという間ですか今回もはいあっという間で、うんえー、もうちょっとご紹介したい展覧会があるんですけどね、うん、毎回そんなこと言ってるような<お> <laughs> 気がしますそうなんだよね、うん、あのまあそれはあのまあ僕の場合はブログ読んでいただければいいですまるさんの場合はインスタグラムにねあり,りますのでちょっとチェックしていただけたらと思いますはい ということで、えー、今回もね、えー、またまそうですねあのリスナーの皆さんからもねあのまた、えー、面白かった展覧会とか良かった展覧会の感想をねぜひ教えていただけたらなというふうに思っております。はい、ということでこのあたりで本日の配信は終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー購読をお願いします。 感想はハッシュタグ「#そろそろ美術の話を」をで今後聞きたいテーマやゲストは番組 Web ページまでお願いします。